こんにちは。歴ショックです。今回は、熾烈な出世競争を繰り広げながらも、古くからの交友関係を保ち続けた、藤原の忠信と藤原の均等の関係について紹介します。もともとは、均等が忠信より好意にあったものの、忠信は道長への奉仕に全力を尽くし、均等との差を埋めていき、ついには均等に並び、追い越していきました。格下だったはずの忠信に抜かされたことは、均等のプライドを大きく刺激し、朝廷への出仕をやめてしまう事態となりますが、これ近が復活しようとする状況下、均等の力を必要とする道長は、異例の昇進をさせてまで均等を復帰させます。ですが、忠信の躍進は止まらず、均等はついていくのが精一杯で、これ近がなくなり、道長の時代が確立する中では、わざわざ均等を優遇する必要性も薄くなっていたことから、均等は道長の支援を受けられなくなり、忠信に完全敗北を喫することとなりました。今回は、均等を目標にしていたと伝わる忠信が、均等に勝る中堅の末に、目標の均等を上回る行為に上っていく様子について紹介します。名門出身の均等が、忠信に対し大きくリードする。二人の関係の始まり。忠信は967年、均等は966年生まれと、忠信の方が均等より1歳年下にあたりますが、均等と同い年の道長も含め、同世代と言っていい関係です。血縁的には、忠信は道長とは父方のいとこと、同じ九条流の人間として非常に近い位置にあった一方、均等は、祖父の代に分かれた小野宮流の人間で、道長とはライバル関係にあり、ここが二人の出世競争に大きく響いていきます。崋山天皇が退位した神奈の変までは、均等の父の頼忠が関白の地位にあったため、均等は通常より2段階上の正後井の位で朝廷にデビューしており、翌年に忠信がデビューした時には、4段階上の従四位の位まで上っていました。均等は、関白の嫡男として、985年には、19歳の若さで正四位の位に昇進しており、忠信、道長の遥か上を行っていました。ですが、986年の神奈の変で、藤原の兼家が外孫の一条天皇を即位させると、それまで名ばかりとなりつつも関白の地位にあった頼忠に代わって、兼家が摂政、同氏長者の地位につき、小野宮流から九条流への政権交代が起こります。忠信の父である為光も、右大臣として、源正信と共に大上官を仕切る立場になった一方、頼忠は、太政大臣の職にはとどまっていたものの、執権はない名目上のもので、989年に亡くなり、均等は後見を失うことになってしまいました。この頃の均等は、左近衛門の中将を務めており、忠信は、986年から989年までの3年間、左近衛の少将として、均等のすぐ下の役職にありました。しかし、圧倒的だった均等の昇進は、貢献を失ったことで停滞気味となり、道長が一気に追い抜いていったのはもとより、忠信も、990年には左近衛の中将で均等に並び、官位も、991年には従四位の上と、均等のすぐ下まで迫ります。均等は、992年に、26歳にして参議に上り、公卿に列しますが、兄と対立気味だった道兼の養女を妻とするなど、反主流派的行動が目立っていたこともあり、権力者道高との関係があまり良くなく、多くの者に追い抜かれた末の昇進でした。一方の忠信も、均等の参議昇進で空いた九郎殿等の後任の最有力候補でしたが、直前に父が亡くなっていたこともあり、道高の支援を受けた格下の源の利方に先を越され、九郎殿等就任が2年後に持ち越しとなってしまっています。これ近をはじめ、身内の引き立てを優先する道高の下では良い思いをできなかったという点では、共通していた忠信と均等でしたが、権力者の座が道長に移ると、二人をめぐる環境は大きく変わりました。道長は、兄たちの死を受け、女院明子の指示を得て、甥のこれ近との競争を制する形で権力者の座を掴んでいます。ですが、道長は末っ子のため、頼りになる弟もおらず、長男の頼通はまだ3歳であり、身内を引き立てようにも、相手が処刑で三義の道綱くらいしかいない中、兄の一族と戦わなくてはならないという、身内関係に恵まれない権力者でした。
この状況下、道長は、いとこの忠信はもとより、長年競争関係にあった、金刀ら小野宮流とすら手を組むなど、身内関係の弱さを、有力貴族との協調で乗り切ろうとします。道長、金刀、忠信は、まだ二十歳の頃の986年に、火山天皇主催の歌合わせに三人で参加したり、シャコの F で三人揃って同僚だった時期があるなど、後年の交友関係の深さから見ても、若い頃から親交があった可能性はあります。この環境の変化をよりうまく活用できたのは、忠信の方でした。忠信は、996年の長徳の変で、自分の妹たちをめぐって、これ近と火山法王が衝突する事態となったことで、事態をいち早く道長に報告しており、これ近失脚と同じタイミングで、恩賞のように参議に昇進し、苦行に列しました。官職では並ばれた金刀でしたが、999年には持参議に昇進し、昇進の下の忠信に比べ2段階上になるなど、決して同列とは言わせない差をつけています。二人は、この頃から盛んに行われるようになった、道長主催の監視の会でも常連となり、秋子樹大寺の屏風歌も揃って献上するなど、文化面でも負けず劣らずの才能を発揮しています。ですが、忠信には、名門出身の金刀が唯一持っていない武器である、権力者のいとこという立場があり、これと忠信自身の徹底した道長への奉仕姿勢が組み合わさることで、ついに金刀に追いつくこととなるのです。道長への忠勤が、忠信の運命を変える。忠信の躍進。忠信は、千年に秋子が、貞子に並ぶ妃として中宮になると、苫子の兄である、大納言、源時仲に次いで、中宮権の大夫に就任し、道長の娘の家政機関への奉仕という、新たな展開を迎えます。官位も、同年10月に持参議に上り、ついに金刀に並びました。1001年8月には、忠信は金刀と同タイミングで、正官の金刀より下位ではあるものの、今中納言に昇進し、官位でもこの2ヶ月後、二人は同時に小三位へと昇進しています。この昇進人事は、新道長派の苦行として、道長が、本来は金刀より下だった忠信を、同列の存在として引き上げたことを意味しています。さらに、源時仲が翌1002年に亡くなると、忠信は繰り上がりでトップの中宮大夫となり、当時の道長にとって最も大事な中宮秋子を、先頭に立って支えるという重責を担うこととなりました。中宮大夫は、王子を産む妃を支える、一家の繁栄において最も重要な仕事であり、かつて道長が兄の娘である貞子に仕えたように、普通は信頼のおける一族に任せるものでした。道長としては、唯一頼れる道綱が、いやさだ親王の東宮大夫をすでに務めていたため駒がなく、苦し紛れのいとこ忠信の起用でしたが、それだけ道長が、忠信に信頼を置いていた証でもあります。金刀も、姉、信子の対抗対合宮大夫を務めており、妃の大夫職という点では忠信と同列でしたが、実際は天と地ほどの差がありました。1003年に頼通が11歳で元服するなど、まだまだ身内の有力者が少なかった道長の弱点を補っていた忠信は、1004年10月に、ついに金刀を追い抜いて12位に昇進しました。ところが、格下だったはずの忠信に、並ばれるどころか追い抜かされた金刀は、直後から出仕しなくなってしまい、この時から約8ヶ月にわたって、自宅に引きこもる日々を送るようになります。しかも、ただ引きこもるのではなく、12月には辞表を提出しており、却下されてはいるものの、自身の進退をかけてまで、忠信に抜かされたことへの不満を示していました。道長派の有力苦行である金刀の不参は、朝廷にとって一大事であり、多くの人々が関心を示しています。特に、同じ小野宮流の人間として、日頃から金刀と親しく交流していた鮫助は、翌年4月17日に、金刀の子に宛てて贈り物を送っており、金刀は鮫助の心遣いに涙を流して喜んだというやり取りが行われていました。貞子死後、皇宮を離れていた清少納言も、それまでは金刀からの頼りを無視していたのが、かつて深い仲だった忠信も関わる金刀の不参に興味を示したのか、手紙を返すようになるなど、広く人々の話題になっていたことがわかります。そんな金刀の復帰を誰よりも望んでいたのは、道長でした。道長は、4月1日に、金刀に対し、
復帰を待っているのに、音沙汰もないまま春になってしまったことを嘆く歌を送り、復帰を求めています。ですが、金藤は、春が巡ってきたことも知らず、花も咲かない山の陰にいると、道長直々の頼りにも復帰の意思を見せず、5月には、播磨の諸社山を訪ねに行ってしまう始末でした。これ以外にも、何らかの形で接触していたかもしれませんが、道長や実助、特に道長が4月1日という時期に、金藤に復帰を促す歌を送った背景には、これ近の存在が考えられます。金藤が引きこもり始めてから約4ヶ月後の1005年2月頃から、一条天皇は、官位の回復のみに留まっていたこれ近を、太政官に列する公卿として復帰させることを指示していました。この年は、貞子が残した長子内親王が成人し、厚安親王が一条天皇と対面式を行うこととなっており、一条天皇は、この機会に、実の叔父であるこれ近を、彼らの後見にふさわしい地位に戻そうとします。この結果、これ近は、大臣の下、大納言の上に当たる準大臣として復帰し、3月27日の長子内親王、厚安親王の儀式に参加することができました。道長は、これに相当危機感を抱いたようで、5月には、実助が、道長の監視の会に集まった、忠信を筆頭とする7人ほどの公卿を、覚悟の勘立ち目と表現したことからもわかるように、貴族社会における勢力維持のため、自分の派閥の強化に取り組み始めています。儀式からわずか数日後に、道長が金藤に歌を送ったのは、復活するこれ近に対抗するために、金藤の復帰を願ったものと見ていいでしょう。それでも復帰の意思を見せない金藤に対し、道長はついに奥の手を使い、復帰後のこれ近が初めて陣の座に座った日と同日の7月21日に、金藤を忠信と同じ従二位に昇進させます。金藤は、忠信が晶子への奉仕という正当な方法で昇進したのに対し、辞表提出というかなり強引な手法を用い、およびこれ近の復活という外部要因にも助けられ、なんとか同列の地位を保つこととなりました。これ以降、金藤は元の通り、新道長派の公卿として朝廷に復帰しますが、金藤が忠信を超えることは二度とありませんでした。道長政権の中核となった忠信との差を埋められず、金藤の敗北。金藤は、和歌へ関し、管弦いずれにも精通した、当代随一の文化人として名を残していますが、忠信は金藤に比べ、明確に劣っていたわけではありません。特に漢詩では、金藤に比べ、忠信の方が優れていたと語る者すらおり、自身も漢詩の際に長けていたこれ近は、忠信と金藤を互角の好敵手と評価し、忠信の能力を褒めていたという話も残っています。道長も、忠信、金藤に、両武士の選定を任せ、それぞれ同数採択させるなど、二人を同列に見ていました。ですが、大理屋道長邸で開催された監視の会では、確認できるだけで、忠信は金藤の倍近くの回数出席しており、道長への忠勤性や、周囲への実力披露の機会も加味すると、監視では忠信が金藤より一歩先んじていたと言っていいでしょう。説話ながら、忠信には、監視において、常に金藤やこれ近のごとくありたいと思っていたという話があり、監視に限らず、忠信は、金藤を目標に日々鍛錬を重ね、ついには並ぶまでの実力をつけるに至ったと言ってもいいのかもしれません。1008年の、晶子の厚平親王出産の際は、忠信は大夫として一切を仕切り、出産後の祝いまでも完璧にこなし、直後に承認へと昇進しています。ここまで力の差を見せられては、金藤も自分の敗北を認めざるを得ず、4年前のように出仕を辞めることはせず、公卿としての仕事をこなしていました。金藤は、忠信に遅れること4年、1012年に正二位に昇進しています。ですが、道長は、金藤、忠信はあくまでも同列であることを示すためか、1009年に、二人を同タイミングで権大納言に昇進させています。これは、忠信の正二位昇進から約5ヶ月後のことで、厚平親王誕生にこれ近が反発していた時期にあたり、これ近に対抗するため、金藤が前回のようにへそを曲げてしまわないよう、事前に手を打ったものと評価していいでしょう。一方の忠信は、1011年の三条天皇即位後、晶子の中宮大夫から厚平親王の東宮大夫へと転任しており、
三条天皇の中宮となった清子の大部に就任した道綱と共に、引き続き道長政権の中核を占めていました。忠信は、厚平親王が御一条天皇として即位すると、その中宮である、道長と智子の三女、竹子の中宮大部となり、1020年には、静観の大納言に転任し、またも均等に先んじます。ですが、翌1021年に、大納言の実助が右大臣に昇進し、大納言の席が空席になったにもかかわらず、この席に均等が収まることはなく、かといって、誰かが座ることもなく、空席のままとされました。これは、忠信には大納言の先の、大臣就任の可能性がある一方、均等にはなくなっていたことを示しており、均等は焦ります。均等が忠信との差を気にしていたことは、忠信が大臣就任を願っているという噂を、たびたび実助に報告していることからも伺えます。そして、状況打開のためか、17年前と同様に辞表を提出し、朝廷への出仕をやめてしまいました。ですが、以前とは違い、すでにこれ近という強敵は消え、道長の世は盤石になっていた上に、均等に気を使い続けていた道長も1019年に出家し、第一線を退いてしまっていました。道長の子供たちも成長する中、大納言に昇進させてまで均等を引き止める理由はもはやなく、均等は3年後の1024年に全ての官職を辞任し、本当に引退してしまい、忠信に完全敗北を喫することとなりました。そんな均等ですが、道長家からの婿取りという点では忠信に勝っています。忠信は1021年に道長と源の明子の末子で智子の養子となっていた長家を藤原の行成らとの衝突の末に婿に迎えるなど、道長家とのつながりの確保に躍起になっていました。ですが、均等は、忠信よりも10年近く前に、頼通に次ぐ智子の実子、範通を長女の婿に迎えており、全貴族が羨む特権を手にしています。これは、道長にとって、忠信が同じ九条流だったのに対し、均等は小野宮流の遠縁だったため、優先的に縁組しただけのことですが、均等にとっては大きな喜びで、実助や行成を前に、長々とこの縁組について語ったことが記録されています。ですが、範通との間に多くの子を設けたこの長女は、1024年に亡くなってしまい、道長家との縁も切れてしまったことが、均等に官職辞任を決断させたともされています。忠信も、1025年に、長家の妻となっていた娘を亡くし、道長家との縁を失っており、昇進の忠信は、均等邸を訪ね、互いに慰め合うといった交流が見えます。その後、源利方、行成、そして道長と、同時代の有力公卿が次々と亡くなる中で、忠信、均等の二人は、残された者の寂しさを分かち合う和歌の贈答をしています。出世を競い合い、明確な勝敗までついていた二人でしたが、それとは別に、古くからの交友関係を生涯にわたって保ち続けていたというのが、この二人の真の関係と言っていいでしょう。最後までご覧いただき、ありがとうございました。参考文献は、概要欄に記載しております。他にもたくさんの日本史情報を発信していますので、よかったらチェックしてみてくださいね。